いくら武術を極めよう、鬼の力には遠く及ばない。ならば共に行こうぞ。ラウン。ヘア。なぜ戻ってきたのだ、ラウン。あの時の決着をつけようというか。お願いいたします。どうもよろしくお願いします、はい。雷役をやりました、山あ、すいません、レイでございました。そういう余計なことはいらないんですね。いいですよ、はい、全然いろいろ編集しますから。切ってください。そうなりました。まずですね、ゲームの仕事を私もいろいろと今までやらせていただきましたけれども、ゲームでですねあれだけ盛大な記者発表をやるというのは初体験だったような気がします。それだけなんかこの作品に、かけるスタッフの皆さんの熱意気込みと、それから、マスコミが注目してるんだなってことをすごい感じまして、緊張しました。もうだってね、あんな広いところで、しかもあのしかも入場の時に音楽がかかってスポットでっていうのはそんなことは初めてだったんでびっくりしました。坂本真綾ちゃんとはなんか新郎新婦入場みたいだねって、ホテルの人がだってこうグーッと扉開けね、このグーッと開けてましたからね、本当腕組んでいこうかとかね、で新郎新婦じゃなくて花嫁と花嫁の父に見えんじゃないかとか、そんなことを言いながらやってたけど、本当にいい経験をさせていただきました。緊張しました。とんでもないです。僕自身その前に体験版をねちょっとやらせていただいたりしたんで、僕はあの収録、まあ今日収録ですからその前の段階だったんですが、すごくあのその世界観が見えてきたというか、その楽しさがね、分かったというか、それでやらせていただいたんですごく、私たちもやりやすかったし、あの見てるね、いらしたお客様たちもすごく分かりやすかったんじゃないかと思います。ガクトさん自身がゲームをやってね、そこで僕とマヤちゃんが見守るっていうのもね、なんか面白かったですよね。すごい、あのでも結果的にその楽しい、制作発表だったんではないかと、記者発表っていうんですか、だったと思います。はい、あのうちの事務所のデスクがですね、美人街っていうのまあこれ記者発表でも言ったんですけども、美人街の仕事が来ましたって言って、あらもうそうかね、そういう人がこうたくさんね、あの美人、いるところでやる格闘アクションゲームなのかと思って、これ新しいなと思ったら、美人街だったっていう、なんだ、そしたらいや逆にこの武教アクションっていうことを聞いたんで、で、あのやはりねそのスケールの大きさとかいろいろお伺いしまして、本当に素晴らしい仕事を、私に、キャスティングしていただいて非常に嬉しく思いました。しかもねレッドエンターテイメントさんと台東さんっていうことですからね、これはすごいものになるんじゃないかと思いました。ガクトさんですか、はい、いやー本当に綺麗ですよね、綺麗な顔をしてらっしゃるし、あのすごくこうやってもう丁寧にご挨拶いただいて、でもすごいやっぱり真面目な方だなと思いました。でこの作品にね、かける意気込みっていうのは、ガクトさん自身でもなんか伝わってきて、あなんかうかうかしてられないなと思いました。なんかねすごい思い入れを持ってこうやってるじゃないですか、やっぱり一つ一つの仕事いつもそうなんでしょうけどもね、この作品に、対してすごく真摯に関わってらっしゃるなというふうに感じたんでね、そういう意味ではあのこういうゲームの仕事がずっと声優としてやらせていただいてる僕としてもこれは頑張んなくちゃというのを、改めて感じました。これだけなんていうんですか、ゲームのキャラクターにそのまんまねなって様になる人ってのはそうそういないと思いますよ。しかもね今映画とかもやってらっしゃるけれどもアーティストじゃないですか、で歌の方がね、メインでやってらっしゃるじゃないですか、そういう人でねここまでぴったりする人ってのは本当にいないと思いますよ。なるほど。このムービーパートはほぼその鬼と化した魔界に落ちたというかそんな感じで、もう最初は親友だったラウと親友だったけれども、もうその時点では、まあ敵役としてですね、もう鬼と化したレイが、戦うというシーンだったんで、そこのところを、まあ、気をつけてやったんですけど、まあ、回想でね親友だった頃の、セリフがいくつかあったりするんですけど、そことのなんか差というものをね、あまりわざとらしくなく自然に出せればなと思ってやりましたけれども、
でやっぱりそのアクションとかがね、そのムービー画面の中でもやっぱりすごいので、はい、そことのセリフのやり取りとのこのテンポとかバランスとかそういうものをあの皆さんとね、スタッフの皆さんと、こうすり合わせながら丁寧にやったという感じなんですけどもね、まあ、でも最終的にはこの、ね、キャラクターの雰囲気をこのなんか頭の中に入れてあまり考えすぎずにこう出たところの勝負というか、そういう感じでやりましたけれどもね、はい、とにかくあの例に関してもそんなにセリフが多いわけではないんで、その短いセリフの中でそのなんて言いますかね、ラウとの関係とかそのレイのキャラクターっていうものがね、つぶさにこう見えてこなくちゃいけないんで逆に難しいですよね。たくさんセリフで説明してればね分かりやすいですけれども、少ない中で表現しなきゃいけなかったんですごい難しかったですけれども、うん、でも楽しかったです、はい、あすごい好きですね、うん、逆にあのもちろんヒーローとかね主人公っていうのもやりがいありますけれども、そのダークヒーローなりその敵役っていうのは、うん、逆に面白みがありますよねやっててね。でなんか人間演じる時ってこの悪の部分ですとかこの狂気の部分とかっていうのはなんか役者にとってはこうすごく嬉しいことだったりするんですよね。 やりがいがあるっていうか難しいですけれども、うん、まあヒーローと一口に言ってもねいろんなヒーローがいますからなんか、まあそのダークヒーローっていうか僕の敵役もそうなんですけれども、そのキャラクターがね素直にもう何にもなく純粋に完全懲悪でもう全て正義って突っ走ってるよりも何かを背負ってたりね、うん、してる方がなんかいいかなという、うん、そういう方が逆にヒーローとして魅力が、僕の場合、感じますね。背負っているものがあったりだけれどもその正義を貫くというかそういうキャラクターの方がなんか魅力があるなっていうのはありますけども、なんかねそのまだ体験版なのに、まあ、これからねいろいろ微調整とかあるんですよね、はい、もちろんね、はいはい、ですけどもその操作性の凄さというか、うん、なんと言いますか動きが細かいと言いますか速いと言いますか、まあもうねこの武人街に来るまでもねいろんなアクションゲームってあってどん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 日本のねゲームは特にクオリティが上がってて、その操作性にしろキャラクターの動きとかねストーリー性にしてもすごいことになってるんでしょうけども、さらにそこからなんか一線を画すというか、うん、さらにあのレベルアップしている作品なのではないかというふうに、まああまり僕は専門家じゃないので詳しく言えませんけれども、実際触ってみてそれを感じましたね、うん、やっててその爽快感ですとか、はい、で一番すごいのはですね、まあ、あの壁登ったりとかあのヒューッとワイヤーアクションのように飛んだりっていうところもすごい魅力だと思うんですけども、なんか華麗ですよね動きが、その演武というものをこだわってらっしゃるんですよね、演武というかこのね、はい、そういう、うん、そういう形がすごい綺麗ですよね。戦っていながらも激しいアクションをしながらもその、うん、戦い方というかその最後の決めのポーズであるとかそういうもののなんかが美しいなというふうに僕は感じました、うん、だからやっててこうってよりもふっとこうなっちゃうようなふっはっみたいな、でも僕はあのボタン操作下手なんでとにかく勝つためにこんなことやってましたけどね、